まあ、サッカーとか好きでやってるんですけど、うわ練習か今日とかいうのが若い時の、気持ちだったんですけど、今はああもう早く練習行きたいみたいな気持ちになるようなチームですね。なんか常に動いてるから現状維持っていうことがあんまりないですね。はい、なんかイベント行ったりそういうの出たりして結構日々激動ですね。やっぱ他のチームとは違ってなんかあったかいっていうか、なんかすごい雰囲気がいいチームだなって思いますね。自分はまだ18歳なんですけど、その高校生でもこうやって大人の人たちと一緒にビーチサッカーを楽しむことを、そして高め合うことができて、選手たちが一人一人がその18歳っていう立場じゃなくて選手として見てくれるところがすごくいいところだと思います。元気です。 みんな元気です。ドルソーレの、まあ、若い 10代から、まあ、上は40代までいるんですけど、上も下もみんな元気です。でその、まあ、まだビーチサッカーってすごいマイナーなんですけど、まあ、すごいこの、まあ、いいビーチがあって応援してくれる人たちがいて、なんかそれに応えようっていう頑張るやっぱ僕たちがいてっていう、そのそこがすごくうまく回ってるので、すごいこう毎日活力が、出てきますね。年齢は関係なく誰もが入れるような環境なので、ぜひドルソーレに入ってください。ドルソーレの選手はみんなあの癖が強くて、あのミルフィーユのようなあのそれぞれ の, あの癖が重なってでっかいチームなんで、あのいつも練習に参加お待ちしてます。ドルソーレをまず知ったっていうところで、私はあなたは良かったですねって言いたいです。で、ドルソーレでもしチームに入ったら、人生が劇的に変わって劇的に楽しくなるって言える自信があります。興味ある方はぜひ、まあ、見学でも体験でもいつでもお待ちしているのでぜひ来てください。毎週火曜日と、木曜日の、平日は7時から9時までやってます。で、土日はですね、土曜日は夕方から、日曜日は朝からですね、週4ですね、みんな頑張ってやってますので、いつでも遊びに来てください。ドルソーレ最高。